皆様こんにちは。オーバーウォッチの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょうという形で、久しぶりに戦績を見ていきたいなというふうに思うんですけれどもですね、あれプレイ時間全然変わってなくないですか？あんまり最近やれてないくもない気もしますけれどもね。とりあえずディーバをよく使っていて、ファラを使う量を減らしてます。まあファラは自分にとって多分適したヒーローじゃないんですよね。難易度としては比較的低い方のヒーローではあるかなというふうに思うんですが、やっぱりディーバなんですよ。ディーバ中なんでね、見た目で言ったらトレーサーなんですけれども、まあ、トレーサーはねトスーサーなんで、やっぱりまあディーバと、でまあジャンクラットをサブぐらいでね使っていけたらなというふうに思っていたりするんですが、まあでも一番やっぱりジャンクラットがしっくりきてるっていうところはあったりもするんですけれども、まあちょっと先日ね、まあ、私格闘ゲームの弟子として数名抱えているわけなんですが、その中でむしろオーバーウォッチだ師匠的存在である、まあ、サンチャゴ氏にねアドバイスをいろいろ聞きましたんで、まあ、ちょっとね、まあ、もう中堅ぐらいだよねって聞いたら、いや下位ですねっていうふうに言われたんで、ちょっと今日は頑張ります。ネパールに移動します。ではやっていきましょう。ネパール座禅を組んだ2人の、いやさ3人4人のゼニアッタがね、まあ、ゼニアッタじゃないですけれどもね、ゼニアッタ2のイケメンたちがボンで待ち構えている素敵なステージでございます。ではでもトレーサー、いやジャンクラットを使わせていただきましょう。ジャンクラットでいただいたアドバイスとしましては、もう少しラインを下げてほしいと、まあ、いつも組んでるんですけれども、とにかくデスを5デス以内に抑えてほしいというふうに聞いておりますんでね。でそのとにかくコンカッションマインの使い方が近すぎるので、まあ、こうやって遠くに投げると、でこういう形で起爆させるみたいなね、そういったこともできるようになるとまあいいですよっていう形ではありましたね。あ、綺麗。いやでもね、マインはね焦ってるとやっぱり密着で打っちゃうんですよね。そういったところちょっと気をつけなくちゃいけないんですが、まあ、とにかくねラインを、ただやっぱり自分の体でラインを止めなくちゃいけない時もあると思うので、そういった時はしっかりと守りたいというふうに思うんですが、まあ、前線にいる人たちの後ろから打つというところができるといいですよね。こういう感じでもうちょっと射角を上げて打つと届きますよと、3回バウンドしたら爆発しますので、そういったところですね。ただ上を向きすぎるとちょっと難しいところあります。おこういう感じか。あれちょっとダメですね。遠くからコンカッションマインを当てることに集中しすぎたせいで撃たれていることを失念しておりました。いや難しいもんですな。お取られましたよ。負けます負けます負けますよ。おおお、いざ要塞の中へ。よしよし、でもね下側に打つっていうのメリットはありますよね。まずいですね。まあでも練習中はねうまくいかないものですよ。あらうまい。しかしこれは絶対絶命のピンチと言っていいでしょう。部屋の中に入っている人が一人もいない、そして格好撃破をされてしまっている。これはやはりですね、相手の方のゼニアッターが非常にいい働きをしてらっしゃるんじゃないかなと。というところでしょうか。これ誰かを倒せたらいいなっていう気持ちありますよね。来た、手に入った武闘派だな。おおお、凍りますね。ちょっとここら辺どうしよう。ウルト打ってもいいんだけど味方が来てからっすよ。あ、いるわ。困ったな。
お、いいですね。あららら、こっちに気合ラインを下げておりますが、拠点が取れないと。いや、しまった。やっぱりわからないな。こういう時自分だったらなんていうか、こう中を横断するように爆弾ばらまきながら入っていくっていう感じにはなるんですけども、まあそういう行動を取るべきか否かというところではありましたよね。難しいところですね。あ、頑張ってるような頑張ってないような、あ、頑張ってる。じゃあ援護射撃をいきましょう。で、味方の方にお願いして自分はここでラインを稼ぐと。おっと、しかしあんまり正面に集中しているとサイドから人が入ってきちゃうので、そして、あ、ダメだ、なんかいつもだとあんな外さないのにな。まずいぞ、かなり相手の方の攻めが分散されてる。かっこゲイヤーができればいいんですが、どうもうまくいかないかもしれない。中にあのトラバサミを置いておくと、ゲンジとかトレーサーが入ってくるとうまく引っかかってくれるような、くれないような。ダメだー、コンカッション前が当たらなくなってるな。今もう絶対に外さないっていう時だったんですけどね。でもダメだ、まあ、でも近くに打つときは近くに打った方がいいんでしょうね。遠くに打つってことはそれだけ時間かかるので、いやー、使い分けですね。でもなんか毎日まったり何も考えずやるっていうんじゃなくて、考えながら困りながらっていうのはありかもしれませんよね。あ、きつい、立ち入り禁止ですって。あ、オーブはやめていただきたい。お、でもいい調子ですよ。しまった、しかし 40% は、やったー。いやー、でもね、良くない動きでしたね。悩みが表に出てしまっているダメなプレイングでアリアンした。コンカッション前な、ほい、時間かかるんですよね。だから横からスッとリーパーとか出てきた時にはやっぱりその場内からの即起動ですよね。そうすれば死なないシチュエーションもあると。使い分けですよね。どっちかだけができればいいんじゃなくて、使い分けができないとダメと。ただ意識をしないと使い分けっていう段階まですらいかない。これ気をつけなくちゃいけません。うおー、いつになく真面目なトス。おお、うわ、やられちゃった。あー、ラッキーアタックダブルキルいやー、パッシブなんだよな。でもね、ジャンクラットはこうやってこんなんでも2キル1ですっていうものになっちゃいますから、ちょっと勘違いしがちですよね。あ、俺働いた働いた、ねえ見て見て俺に入れろみたいなね。ま、働いてなくても言いますけどね、いつもね。あれ、気持ちのいいパッシブが当たったような気がするんですが、さすがに体重だけは定評があるという形。しかしゼニアッタ、やっぱり嫌な存在ですね。ゼニアッタ自身はフワのオーブつけるだけでも働いてるっていう、そういうところありますよね。お、取られそう。よいしょ、どうしようか、いますか、これやめとこう。
後ろに人がいた。やっちまった。え、ちょ下に入れないんですけど。入れた。え、入れない。何これ。え、あ、なるほど、自動壁登りにしちゃってるからだ。あ、設定戻そう。あ、こういう弊害があるんだ。これはいかん、やばいぞ。先般、いや先般じゃありません。こっからお面をね重ねていきましょう。今何かに挟まってましたかね。なんか動けなくなっちゃった。あのドアの前ってちょっと出っ張りあるんですね。ミステリー。我らの陣地に来客だぞ。それも招かれざる客人だ。すっげえかっこいい。我らの陣地に客人じゃしょ。下から行きます。正義の雨に捌かれろ。しねしねさん、こっち。うわ、当たれ。あー、うまい。第2ラウンドは、第1ラウンドもあんまりでしたけど、ひどいですね。やってくれるじゃねえか。しかし、まあ、なんとなく五分なのは味方の方ありがとうって感じですね。目標を確保しろ。目標確保。はいはい。ただあっち手にやってるから。はい。やっちゃった。踏む。間に合うか。アップね。ワイヤーインザホール。やった。なるほど、近かったですね。落ち着けよ。ひどかったぞ。あ、そうだ。で、いや、今まで自動壁登りにしない理由がないと思ってたんですけど、ロボットが瞑想してんのか。バカバカ。オフにします。いやー、タイヤ落ちてかなかったのショックだったな。いや、前はねスッと落ちたんですけど、なんかテンパっちゃったから。いや、ダメでしたね。まあ、やりようはあるんでしょうけどもね。まあ、違う。あ、これはガードですね。マクリとリーパーの足音の違いが分かってないな。さあ、どうなんでしょうか。味方が勝ってるのか、敵が勝ってるのか。今自分に対してロードホークがネビラチェーンをしていた間にマクリーが倒していたように見受けられたんですが、パスッと当たりましたね。いいエム。やっと目が覚めた。マクリーもなー、まあ、エム力が試されるヒーローですよね。俺は早い。さあ、このウルトは一体何ゆえ。ああ、怖いですよ。ちゃんと入ってるウルト一発
かったら死んじゃうな。準備完了。何が来るかな。お、回復してくれてる。治ったぜ。どっかの入り口にドラマさんの でラインを上げないようにちょっと逃げます。で撃ちます。やっちまった。今のようにね、死ね死ねタイムだと分かっているんなら何かしらを咎めたいという気持ちでトラバサミを足元に置こうと思ったんですけども、ちょっと違いましたね。おっ、あむーむーむー。てか相手の方の前にやった殺意すごいですね。まだまだ。ちょっと左側に居すぎるのかな。ちょっとどうしましょうか。少し生き方を変えるのはありかもしれない。トラバサミが一個も場にない状態っていうのはマジでもったいないので、に置きたいんですが、いかんな。ウルトもう行っちゃうべきでしょうかね。味方と足並みを合わせて、もうウルトですね。ウルトしかない。このウルト外したら負けですね。素直に味方の方頑張ってるような、頑張ってるような。うわー、ま、間に合え。うわー、お女性や。うわー、やっす。俺の王女が なるほどねー。まあでもですよ、少しずつですよね。戦利品しねしねくんですよ、時代はね。俺に、あ、かっこいい反射ダメージ4602。えい、あ、すごい。今気づいたんですけど、味方の方星2個ついてらっしゃいますね。え、これ星がどんどんついてたらどんどんどうなっていくのかすごい楽しみですね。どうですかこれ。14キル17デスですよ。5デス以内に抑えたい、そんな夢物語はあったようななかったような。まあ働いてない戦犯的なステータスと結果と言えるでしょうね。いいと思います。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。